こんにちは、関根麻里です。今回私は英語コーチングスクールイングリッシュカンパニーとダイムの共同企画である短期集中英語力向上プロジェクトの応援アンバサダーに就任しました。そしてこのプロジェクトがいよいよ始動するということで、仕掛け人であるダイムの安田編集長といろいろお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど、はい、関根さんといえばもうかなり英語が堪能でいらっしゃって、はい、英会話のスペシャリストというイメージがあるんですけど、これまで語学学習において、はい、ご苦労された経験ってあるんですか？英語に関してはですけれども、はい、幼稚園の頃からインターナショナルスクールに通っていたので、こう新しい日本語を学ぶのと一緒にこう英語を学ぶことができました。大学の時にスペイン語を話せるようになりたいと思いまして、ビギナーという初心者の初級のクラスを受けたんですけれども、先生がずっと終始スペイン語で話すんですよ。授業のスタイルとしてはずっとスペイン語でやるっていうことだったので、テキストとかを買ったりして学習方法とかやるんですけど、なかなかやっぱり自分でいざ一人でやるとなると、どう進めていいかっていうのが難しくてできなかったですね。手探り状態で、はい、どうやって学習をやっていけば効率的に習得できるのかっていうことを、誰かアドバイザーみたいな方がもしいらっしゃったら、はい、もっと上達されたかもしれないってこともあるのかもしれない。そうですね、もっと最初の入り口としては早くいろいろ理解できたのかもしれないですね。英語が堪能な関根麻里さんでもかなり苦労したという新しい言語の習得。自分なりに英語を勉強してもなかなか結果が出ない。そんなあなたにおすすめなのが、英語力を最短90日で伸ばす短期集中型の英語コーチングサービス、スタディハッカーイングリッシュカンパニー。その最大の特徴は、独自の課題発見アセスメントによる英語学習の徹底的な効率化。イングリッシュカンパニーでは、言語習得の専門家がパーソナルトレーナーとなり、学習者の課題や弱点を詳細に分析、それらをピンポイントで克服するための最適なトレーニングメニューを個別にカスタマイズして提案する。一切の無駄をそぎ落とし、今本当にやるべきことだけに絞って学習を進めるから、最短ルートで英語力が伸びるのだ。リスニングが苦手だから、どっちかっていうとたくさん英語を聞こうとか、あまり上手にうまく英語が話せないから英会話教室に通おうとかですね、そんなことをやっぱり悩んでる方非常に多いかなというふうに思うんですけど、このイングリッシュカンパニーっていうのは、ドクターの方が例えば患者の方にですね、その治療法を本当に根幹からアドバイスをして、一緒にどうやってこの病気を治していくかっていうような相談することがあると思うんですけど、コーチの方がですね、最適な学習方法を処方するというか、カスタムして提案をしていくというようなところが大きな特徴で、非常にユニークなサービスになってるんですよね。パーソナルトレーニングをカスタマイズできるっていうのもすごくいいことですね。はい、まさにそれがその人に合った方法だったら、より効率よく学ぶことができますもんね。はいはい、そうですね。今回はダイムとですね、このイングリッシュカンパニーの、共同企画にですね、短期集中英語力向上プロジェクトを立ち上げて、はい、関根さんに、応援アンバサダーとして、就任していただくことになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。英語で夢を叶えたいを応援する90日間コーチング短期集中英語力向上プロジェクト。もっと英語が得意だったら、英語力が原因で諦めてしまった夢がある、そんな苦い過去や経験を持つ方に夢への一歩を踏み出してもらうべく企画されたイングリッシュカンパニーとダイムの共同プロジェクト。英語を使って叶えたい夢を持つ人が、90日間の英語トレーニングを通して英語力をどう伸ばしていくのか、夢や目標に向かってどう歩んでいくのかを密着レポートする。そして今回このプロジェクトのチャレンジャーを募ったところ、なんと200名を超える応募が。その中から書類選考で20名を選出し、オーディションを実施。将来の目標や叶えたい夢を熱く語ってもらった。今回オーディションに立ち会ったのは、スタディハッカーの岡社長と田畑常務、そしてダイムの安田編集長。最初の候補者は、来月から異動が決まりまして、
格段に英語を使う機会が増えるということで、かなり切羽詰まって勉強しながらっていうような状況で、週に1回海外との、会議があるんですけれども、議事録を取ったりとか、コミュニケーションが発生したりということが多くなるのと、専門的なことを勉強することになるので、それが全て英語なんですね。かなり必要になってくる状況。メーカーで採用担当をしているこの男性にはこんな事情が。ドイツの方に人事の本部企業がありまして、で最終的にそこで活躍したいなと思っています、うん、ただ会社全体としてですね、社員全員に英語のスキル向上を推奨しているところもあるので、かなり熾烈な争いなんです、ね、なので前よりも抜きに出て英語力を高める必要があるっていうのが、そういう環境なんですね、うん、続いてカナダの大学院に留学する予定というこの女性は、すごい、将来はサステナビリティ、サステナブルビジネスの分野で働きたいなと思っていて、大学院もなのでそのコースに入って、はい、将来的に向こうでもそういった職業について、職業というかそうですね、はい、分野で働いていきたいなと。文法とか長文読解みたいなところはやっぱり、得意、そうですね、受験でそれなりにやったので、比較的そこは得意なんですけど、やっぱリスニングとか今苦労してる喋るとか書くみたいなところがやっぱりちょっと苦手ではあります。フリーライターのこの方が応募した動機が、インタビュー記事を担当した時に、日本とアメリカのハーフの方で細かい日本語ができないので通訳を挟んでのやり取りだったんですね。1時間のインタビューの時間で通訳の方を挟むと、どうしても30分になってしまうっていうところも時間がもったいないなと思ったんですし、確かにね、その間の時間が、直接お話ができたらいろいろ踏み込んで聞けるなって思ったのがやっぱり大きなきっかけですね。続いてソフトウェアエンジニアとして働くこちらの男性は、エンジニアは比較的、スキルが海外でも通用するものなので、外国で働くとか、あるいは日本で外資系の公用語は、スピーキング含めて英語のような環境で働いてみたいというのがあります。他にもオーディションに参加された方の中には、宇宙飛行士候補者選抜の今準備をしておりますので、週に3回程度チームに通っております。子どもたちに海外のカルチャーを次回体験していただきたいという気持ちはすごくありまして、そういったチャンスをつかむためにも自分にその語学力という向上を必要としてかなと思います。と、夢は無限大。しかしビッグチャンスをつかむには英語が必須なのだ。皆さん本当熱い思いを持ってさまざまな目標がありましたね。はい、本当に真剣に英語力を身につけたいというですね、思い、熱い思いがたくさん伝わってきて、本当に選考、実は最後まで非常に苦労しました、こうして応募総数200名を超える中から選ばれたのは、海外支社との英語のやり取りに日々苦戦しているという服部貞弘さん。今年7月、カナダに留学予定の並木由美子さん。英語が必要な部署に移動が決まり、切羽詰まっている佐竹沙織さん。海外勤務でグローバルな活躍を夢見る成田俊さん。そんな4名のチャレンジャーが決定。これから90日間、イングリッシュカンパニーのメソッドでパーソナルトレーナーとともに集中的な英語学習に臨む。私も皆さん挑戦を全力で応援します。頑張ってください。